おい、おい、ああ、メイトだと思い込んでやろう。ありがとうございます。素晴らしい。お株取られた。あ、気持ちいい。なるほどね。そういうことね。なるほどね。アベレさんド M？ なるほどね。いやいや、僕弁当じゃねえや。アドミ見てたんですよ。アドミ見てたんですよ。いや、おかしいおかしい。いや、アドミ見てて、カフェさんの、O21 でアドミいて、で、エレクトリカルが2か3ぐらいいました。で、まあ、ボタン押しに行こうかなと思ったら、クロムさんが押してくれました。なんでクロムさん押したんですか？はい、ベッドベイに入りました。竹尾さんが左に行ったのにわざわざベッドベイに入ってきて怖かって右に行きました。そのまま右に行こうと思いました。そしたらリアクターが鳴りました。その時に、あ、左からかと思って右に行ったんですけど、ピカさんが左の方に来たんで、なんで右の方に行ったんですかって時に説明がめんどくさいのでボタンを押しました。僕もちょっと、まあまあ、なんでリアクター行かねえんだよこいつと思って。いや、待って、私からすれば竹尾さんとクロムさんが右側に走るからなんで行かないのって思いながら私は左に行ってましたよ。じゃあ乗らせるか。足がもう右に動いてたので、もう説明がめんどくさかったので、ボタンを押した方が楽だなと思ってボタンを押しました。なるほどね。いやー、なんで右側は、キルが起きてない確証があったってことですね。いや、それは全くないです。別に全然ないです。潔がいい。全然ちゃんのフォローを無限に。いや、もうキルが起きたとか、もう別にピカさんになんで右行ったんですかって説明がめんどいからただボタン押したいです。本当にそれだけ、それ以外ないです。まあまあ、結果的には僕のアドミン情報あるから大丈夫ですよ。大丈夫です。いや、びっくりした。いや、いらないです。いらないです。アビさんのマジで殴るぞ。殴るぞ。おい、殴るぞ。おい、DV だ。あ、ごめんなさい。ピカさん、ちょっとね、一番ちょっと私、びっくりしたのが。やってるんでもやばい。ちょっとびっくりしたのが、アベレージさんがそのスイッチを押し負けたってことを悔しがった瞬間に気持ちいいって言ったから、負けたことに快感を覚えてたから。それクロムさんがいました。アベさんがいました。アベさんがいました。違う、クロムさんが気持ちいいって言った。じゃあ、それは絶対クロムさんがいた。アベレージさん言ってたよ。じゃあ、クロムさんいた。アカユミだ。ニンポー。4人おるな、インポスター。押しつけないでよ。つられなかったか。下多いからもう一回なりそう。死んでるかな。サンドスさんのお肉がアドミン入る前の入り口にあったんですけど、結構前にあった気がします。私配線を普通にやろうとしていて、それ自分のその後、今カフェテリアの弁当から出てこなかった今。あ、なるほど。見間違いじゃないよね。よかった。僕が聞きたいです、センターに。え、どういうこと？カフェテリアの弁当からセンターがぴょこって出てきました。じゃあローラーですね。やっぱ、ローラーでいい。大丈夫です。センタンさんはアルトさんを見たってことですか？いや、見間違いかなと思ったんですけど、ベントが開いたのを見えてアルトさんがいたんで、僕はベントから出てくるセンタンを見て、あ、すいません、場所ってどこと思う？見たんだ。カフェテリアの中です。右右。カフェテリアの中。じゃあサントさんキルしたのがどっちかと。そうですね。ってことですね、多分。ゲンはキルした瞬間は見てません。配線やろうとしたら本当に右上に青いな。ナビゲーションとシールドで一緒だったのに殺さなかったんで白です。
え、じゃあ2人は一応あれ、あの人が分かるんじゃないか、メットベイの。あ、それもアルツさんだ。アルツさんか、メットベイの。メットベイに、そう、僕はカメ、セキュリティのカメラを見ている人がいたので、うん、メットベイの上でダンスして、メットベイ入って、そのままコミュニケーションが鳴ったんで、ウェポンにタスクがあったのを確認してたから、ウェポンに先に行ってから寄ろうと思ったら、あのカフェテリアの中の弁当から先端がぴょこって出てきた。エフェジーさんってリアクター直しに来てませんでした？先端さんって、うん、クロムさんいいよ。あ、いいですか。僕は、カフェテリアの、左の配線があったから配線やって、で右行ったらアルトさんが弁当から入ってきたっぽかったけど、気のせいかなと思ったんですけど、まあ、アルトさんがそう主張するなら間違いないなってことです。いいよクロムさん。最後ってカメラついてました？最後までカメラついてました？いや、ついてなかったです。コミュサボ鳴った瞬間は消えてました。うん、そっか。カメラ見てたのって？あ、ピカクロスです。ピカクロスさん。エレジーさんのハンコも絞れそうな気がする。え、マジで？嘘でしょ？え、あれ？あ、アルト押します、押します。まあまあ、ローラーで。うん、うん、ローラーで。そんな方やるの？はい、やらかしたー。お疲れ様でした。エレジーさんってリアクター？いや、セキュリティの十字路のちょい上ですか。まあ、誰がやったかは言わない方がいいかな。やっちまったー。いやー、どうなんですかね、わかんない。どっちがやったのかわかんないから、僕目線だと。もう完全にサントスさんの死に紛れた感じだった。もう、弁当うんぬんはどうでもいいので、はい、どっちの下に見つけたんでしたっけ、ゲンさんは。サントスさんです。じゃあ、エレジーさんのキル詰めてください。はい、うん、エレジーさんを最後に見たのが私、十字路で、カメラに映ってるのを見て、その後一回離れたんですよね。泣きの一回でベントゲーかましていく。コミュサボが鳴ったから離れたのかな。そうだな、ケイさんさ、確かリアクターから出てさ、コミュサボ直しに行きましたよね。途中までしか行ってないです、直ったので。あー、なるほど。そう、そのタイミングで私もカメラ離れてて、私はそのまま、コミュサボ入っちゃったからってことで、タスクやろうってことでリアクターに入ってるんですよ。え、俺ちょっと一個だけ疑問があるんですけど、うん、俺ピカさんをリアクターの十字路で見てるときにすでにカメラがついてたんですけど、交代したってことですか、ピカさんは、カメラを。ん？それは多分ラグのせいかもしんない。いや、ラグじゃないです、 100% ラグじゃないです、それは。100% ラグじゃなくて、ピカさんを見てる。ピカさん、ケイさん。僕を見てる人は誰？あれ？ごめん。それは私、私。で、メッドベイの扉が閉まっていて、アルトさんが前に立っていて、それで入っていくのを見て、その後、センターさんがカメラで踊ってるのをまで確認してる。そのくらいのタイミングでね、確かにサボタージュが入ったんだよ。正しく時系列を言うと、リアクターが直すタイミングでいました。エレジーさんは先端、エレジーさん先に出て行って、黒川クロム、羊飼い、ケイがリアクターに残っていて、黒川クロムくんがちょっと先に出てって、その後ケイが出てったっていう時系列です。うん、その時にピカさんとすれ違っているんですけど、その時にもすでにセキュリティにカメラがついていたから、俺、エレジーさんがカメラ見てて、それをピカさんが殺して。あとね、多分違う。それだったら、カメラって、点滅のタイミング、離れた後に若干点滅で残るから、多分それが残っただけだと思う。あ、そうだ。じゃあ、エレジーさんをカフェテリアストレージの方とかで見た人がいるかどうか聞けばいいんだ。まずそこに人がいたかどうかじゃない？ゲームは見ていません。伝えましょう。ケイさんだって、アドミンの方がいたんだよね。で、ちなみに、クロムさんは、かなり、リアクター左から早めに戻ってこられてる印象があります。コミュサボの方に行くクロムさんを信任しているので、うん、はい、つまりお疲れ様です。やっちまった、めちゃくちゃ画面映ってたのにイベントから出ちゃったアルトさんだいぶ詰められそうっすけどね、その地面地域だったもんな。どうですかね。多分3人ぐらいに絞れそうじゃないですか、なんとなく。多分その最終位置の分類とかで、タスクやろうとりあえず。計算っぽくないぐらいじゃないですか、そうですね、確かに確かに。はい、なんか結論だけ
つけときたくって。あ、結論クロムさんはめちゃめちゃ殺しにくい位置にいたことになります、うん、要はかなり私が、うんうんうん、知る限り左組の中で最も最初にあの右側にストレージに到達されたのはクロムさんで、私の印象でした。ピクさんが頑張って絞り込んでもらった方がいいかもしれない。まず、クロムさんが違うってことは分かった。私、そのエレジーさんが、そのリアクターの後とどっち行ったか知らないんだよね。カメラをその後見てたんだったら上と、ね、見てたんだけど、ちょうどコミュニティのサボタージュが入ってたから、その後の動きまでは分からんって言ってる。そんなすぐ入ったっけ？あ、ごめんなさい。ちょっと僕タスクしてたんで、ちょっとそのあたり分かってなくて。あ、それぐらいのタイミングで入ってる。出てきたのは覚えてるんだよ、そのリアクターから出てきたの。だから私ね、クロムさんができてるところ見てないんだって。いや、だからね、それはね、だから時系列だからね、多分ね、ラグのせいだと思うんだよ。まあまあ、現在、左側の方にお聞きしたいんですけど、じゃあ、どの辺でエレジーさんって亡くなられたと思われます？そう、セキュリティかなと思って、ピカさん殺したかなと思っちゃってる今。そしたら、計算かピカさんしか殺せなくないですか？ピカさん目線どうですか？ピカさんはセキュリティで殺してるってなったら、ちょっと変になるんで。うん、私目線だと、ゲンさんとアベレージさんと竹雄さんが違うのであれば、その右側の方にいたって話で、はい、なってくるとクロムさんかケイさんになってて、どっちが殺したかまでは正直わからない。なんでかっていうと、例えばエレディさんの死体位置が例えばロアエンジンの奥の方とかで言われた場合は、ケイさんがそのまま見逃して走ってるってパターンもあるからね。クロムさんが殺して、クロムさん下に通ってった。どっちから抜けてます？あ、じゃあ同じ方向から抜けてます。僕同じ方向から逆だから出ようとしてて、まあ奥にあったって言われたら分かんないですけど、じゃあ確認したいのがケイさんに、その時間的に、はい、その例えばクロムさんと結構離れてたのか近かったのかっていうのは、いや、死認できない距離でしょ。そうなってくると、割とそのクロムさんが例えばそういった見えないところで殺してケイさんと一緒の方向に走ってたってパターンもありえるから、なんとも言い難い。ピカ系のペアってどうすか？一応ちゃんと終わっちゃうんで大丈夫。もうローラーしちゃうか。ほぼローラーで終わる気がして、ね、うん、あ、ごめんなさい、スキップ入れちゃいました。あ、まあ、僕もスキップ入れた。スキップに入れた。ピカさんが、ピカさんが半分疑われてると思うんで、僕タスク優先で動いてもいいですか？あ、いいですよ。いいですか？ありがとうございます。うん、でも議論して計算しろいんだけどね。意外とすんなりまとまりそうな感じが。これ今日のメンバーで30戦くらいしても疲れてるとかの条件がない限り、インポスター勝つの少ないと思う。いや、でも俺インポスターで結構俺やらかしてるから分かんない。結構遅かったよな。なんかね、なんかベントゲーかませるか。なんかね、キルタイミングないんですよ。でもちょくちょく紛れてるキルはありますよね、実際。な、結構当てられてるけどピアで。なんか固まってることがまあまあって、うん、うん、確かに2人ぐらいで。てかみんななんか一人っきりとかにはならないよね。危ない場所に二人っきりにならないけど、大丈夫な場所で二人三人になったりとか、そうね、ケアもうまいから殺せないですよね。今日一人だとなんか、あ、直前にすれ違ったからここでやったら見つかるなみたいな、バレるなみたいな、そういうのが結構やっぱ多いイメージはありますね。結果論、初手の10秒のアベレイさんのボタン押すの聞いてんねや、そうそうそう、結局初手とサクサキルで一人減らすとかできないから難しいっすね。あれやったら普通に絞られちゃうから。でもうまいなぁ。これ。ある。はい、か。残り10秒。さすがに、さすがに。おお。ただ、一人減ってる。おお。ん？お。ケイさん見ると。はい。これ、アベレージさん死んでない？死んでますね。アベレージさん、ピカさんを2回ぐらい見ていないタイミングがあるから分かんないけど、アベレージさんってどんな感じですか？見てない。最終目撃は、ね、見てないタイミングって、ロアエンジンの時とか？ロアエンジンで僕分かれちゃってるのと、エレクトリカルの時結構長くタップしてたから。だからそっか、あれとか、閉じ込められちゃったんだ。私閉じ込められて、Kさんいたように見えたけど、ラグで抜けたのか。うん。だから、いや、アベレイさんが右側にいたんだったら、ピカさんじゃないから、アベレイさんどこにいたかが大事なんですけど。うん、右にいないと思う。アドミン、どこで乗ったっけな、アドミンで乗ったはず、アドミンでリアクターが乗って、アドミン見たときに、シールドにいた人っています？アゲンシールドだと思います。あ、じゃあそれはじゃあいないです。アドミンを見たときにシールド右側にはシールド1しかなくてなかったですね。
左側でからぐるっと回ってカフェテリアでボタンを押して、はい、あのピカクロス、私とケイさんのコンビでは確かに離れたタイミングがあったっていうのは事実だと思うんだけど、離れた十字路だったじゃないですか。ケイさんその時確か誰かそばにいましたよね。十字路いなかった、いなかった。あーマジか。あといやでもね、その後ねリアクターが鳴ってるはずで、上回りから来た人います、いないか。あーじゃあ上の方で殺してるパターンあるの、ケイさん。いやでもねない気がすんだよな。すぐ戻ってきてるし、そのタイミングでキルするって結構発見されやはずされやすいはずだから、ケイさんやってないと思うんだ私。だからね割とねクロムさんがやってんじゃないかなと思うんだよね。え、みんなのアリバイとか聞く方が、クロムはアリバイないです。いやじゃなくて、あの私目線の容疑者候補がケイクロムだったからっていう話を、ケイさん。うん、まだこれ多分継続でいいと思うんですよね、ペア。もう1キルぐらい発生してからでもいいとは思うんですが。いやー、もうちょっとペアしっかり固まってくれてればな。いや、申し訳ないです。締められちゃったから。これは、うん、ごめんなさい。いや、ちょっと謝んないでください。ごめんなさい。ガチっぽくなっちゃう。いやー、なんかね、これこそラグっすよ。さて、いい分断ができたな、ドアの。いやー、まあ、いやー、僕、一番殺されちゃいけないところで殺されちゃったな。まあ。今日初死にですか？いや、今日初死になんすよ。死にたくなかった、本当に。初で、ありがとうございます。初ですですか？最後発見してなかった。今日本当に宇宙船直してただけですね、そしたら。いや本当に宇宙船直しただけで、死体も発見してないから、あの会話にも参加できないっていう。初手ボタンを押して。初手ボタンを押した後はタスクをひたすら楽しんでました。そう、はい、た。僕も今タスクが取れなかった。そうそう。よーし、いいぞ。いやー。さあ、あとキールのタイミングがうまければどうなるか。そうですね。まだ全然。5人から4人になるタイミングでうまくやれれば、みんな一緒に動いてるのにクロムさんだけちょっと遅れてんの面白いな。そうです。いやでも多分クロムさん、ピカさん的にはクロムさんになりたいから離れた方が逆にいいかもしれないですね。あ確かに確かに、一緒にいたらあガチャーれはしない。みんな行くからいいやの竹岡。そうそうそう、助けやろうみたいな。さあどうするんだろう。ここ一回議論勝って違う人釣れば勝ちですね実質。うんうん、ただあKさんが結構皆さんを殺させない動きしてますね。うん。あ。あそこ行くか。さあこっからがもう勝負どころですね。こっからの。いやこれワンチャンあるぞ。ワンチャンありますね。ありますね。探せるかどうか。探せるかどうかですね。これは。ああその陣取りいい。その陣取り強い。今多分3人いるか。いやあるぞこれ。いやインポスターある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 。あとはメットベイ入るさんとかが探しに行き始めるから。これゲンさんが見つければほぼ勝ちだな。ただ見つけられるか。今探してるなこれ。探してるな。いけるいけるいける。いけ。ナイスナイス。勝った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 。あでもちょうど殺されてよ殺されてよ。見つかったのはケイさんの死体だ。はい。はい。はい。見つかったのは。K さんの死体うちとはしめてもらったはい、ピカクロスです。言いたいことがあります。はい、はい、どうぞ。あと1キロでした。はい、いやーいやーちくしょう、もうちょっとだったな。いやいい感じだと思ったんだけどな。いや判断難かったな。一見からあえて締めなかった。ゲンのタスクあと右1個だけだったのでそれがいけなかったのであえて締めないで、締めたら多分余計入ると思ったから。もうちょっと早く K さんやって出ればな。多分締めなくても入ってたのあれは。いやー締めたら 100% 入ってたから混濁させられたんで、うん、はい。いやっぱピカさんっすよね。ピカさんっすよ。いや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 、ログじゃないよあの場所は。アベレージさんは、アベレージさんはロアエンジンで死んでます。締めたら 100% 入ってたから。なんなら原産あたりは多分 2,3 回見逃してるはずですよね。黒川も見逃してるわそれは、うん、アベレージさんのせいは、ね、すごい完璧なねキルが取れたと思ってたんだけどね。アベレージさん左下に行った様子は見たかもしれん。下に行ったけど、下に行ったキルは絶対間に合ってない。
十分かな、ここまで頑張れたからなんかやったぜって感じはあるけど、いや悔しいな、センタンさんのために勝利をって思ったけど、いや惜しい、ちくしょう、頑張ったけどな、間に合わない、ヘルクール、いやいや、だからナイス発見ですよ。エレクトリカルの奥で殺して時間稼いで、もう一回キル取って時間稼いで、あと一時間でした。いや別にエレクトリカルはあれですよ。別に死体を見つけに行ったわけじゃないですよ、俺。ただタスクがエレクトリカルに残ってたから行っただけです。俺別にそんな偉くないです。あ、マジか。だったら死にた方がよかったな。そこは偉そうにしてよ。いや、あ、マジか、そうなのか。ただエレクトリカルのタスクをなんか終わってると思ってた。ってですか、ゲンさんとピカさんとケイさんと。マジか、じゃあ死にた方がよかったな。うわ、エレクトリカル行きたくねえなーっていう気持ちで、あそこにエレクトリカルに行ってた俺は多分死体を発見できませんでした。やりたい時に、そう、ピカさんとケイさんがセットだったんで。直近でキルしてるから、絶対。キルクルも。いや。じゃあ死にた方がよかったか。そこも上手でした。マジか、いやー、ニック機計算をキルしたまでは良かったんだけどな。わ、ごめん、いやーマジか、いやあのね、最後あえて閉めなかったんですよ。エレクトリカル探しに来てたら、閉まってたら 100% 入ると思ったから、閉めずにスルーして、ストレージ側を閉めてストレージ側で死んでる読みさせたかったんだけど、まさかのタスクやりに行ってたら、そう、それは全然想定外っすね。死体は全然探してません、黒川クロム。マジか、じゃあ閉めてリアクターだったら勝ってた、ごめん。タスクがなぜなら5、6個残っていたからな。あんなにエレクトリカル行ってたのに残ってったんだ。うんうん、そうだね。いやセンターさん、それはあれよ、結果論だって、黒川さんのタスクがどれ残ってるか我々は分からんし。残念だったな、俺のタスクが残っていて残念だったな。ごめん、小物感がすごいけど、あれセンターさんじゃやっぱり弁当券かましてたんですね。そうっすよ、アルトさん見えてたのに出ちゃった、ミスって、あっ。僕その時、って言ってましたよ。ちなみにマジ私黒川さん確認してなかったんだけど、私見てた黒川さんは。いや、絶対すれ違ってます、十字路で。マジか。絶対十字路ですれ違ってるし、しかも後ろで、あの、Kさんとピカさんがいて、うん、で、なんかあの、カメラが光ってるの見て、で、ピカさんがカメラ見てましたって言った時に、おかしくねえかってなって、いや、でも、いなかった、ピカさんとすれ違ったけど、カメラ光ってたんだよなと思って、それでピカさんだと思ってました。だから直前まで全然ピカさんだと思ってなかった、それ。そこはガチで見てたんですか、ちなみに。あ、マジで見てます。あの、なんなら本当にコミサブが鳴ったから離れてるぐらいの勢いだったんで。え、何だったんだろう、じゃあ。ラグじゃないですか、ね、え、エレジーさんは、うん、どこで殺したんですか。あの、エレジーさんはアッパーエンジンで殺してて、私目線だとね、クロムさんとすれ違ってないのよ、やっぱり。今確認してるけど。クロムさんはだいぶ前に下に行ってて、で、ケイさんはずっと、あの、ま、ボタン、あの、5回やるタスクやってて、で、僕が死んだから、多分誰もピカクロスさんがやったって、なんか、売れつけづらいみたいな感じだった、うんうんうん、うまくやられたなって思って。黒川くんもインポスターの司会だった説あるな。そうだから、あの、ね、本当にびっくりして、私目線は K さんが降りていくとこまで確認できてたのに、そうそこで黒川くんさんが私を確認して、なんか十字路あたりですれ違ったって言われると、なんかおかしいなって感じになるのよ、やっぱり、うん、全く見てなかったから。これはあれですよ。え、どういうことなんだろう。だからね、クロムさんもなんかこれね、何度も言うとなんか嫌な人もいるかもしれないけど、マジでラグだったんじゃないかなと思ってる。カメラ結構ラグあるんですよね、あれ。あと結構ね、同期ズレが激しくて、すれ違ったように見えてすれ違ってなかったりとかすること結構あるんで。あ、ちなみに僕もそうで、ロアエンジンで分担された時、ピカクロさんいるように見えたんですけど、途中から急に消えたんですよ。なんか瞬間移動みたいなのしてある。瞬間移動ありますね。あ、上からの。結構経ってから瞬間移動したから、ピカさん何の能力使ったんだと思って。一応あれ分断、僕目線では分断目的のドア指名してたんで。あ、そうなんだ、うん、確実に分断されてて、多分動機がずれたんだと思う、うん、おかげでピカクロスさんと一緒にいたっていうのが言えなくって、どうしよう、でもラグって言いづらいしと思って、すごいね。ごめんなさい、私はちょっと容赦なく言っちゃったんですけど、バンバンラグって言ったからね。違う、黒川、あれ申し訳ないです。あ、嘘でね、言ってるわけじゃないから、うん、そうそうね、俺が違うっす、これ俺が、あの、はい、俺は黄色が右から出てるの見てるんですけど、俺真ん中で見たとは違ってます、俺が。かわいい。まあ、間違いはよくあるからしょ、うん、俺が間違ってます、すみません。俺が間違ってました。
カメラに、あ、ごめん、今うちのリスナーからカメラでクロムさん下がってるのは見えてたって言われてますね。じゃあ見落としてるわ、私が。ごめん。あ、でもクロムさんが見えてるのがおかしいな、どっちなんですよな。で、それで勘違いだったね。オッケー。間違います。そう。ピカさんがカメラ見てたんだったら、クロムさんが出てるのを見てるよな、とか。うん、なんかよね。食い違ってて。すいません。はてなと思ってました、その。完全に見落とし。まあ、4つ見るのって難しいですからね、意外に。うん。カメラの前で踊ってるやついたらそっち注視しちゃって他見てなかったですね。そう、結構ね、そう、センターさん見てた。あ、センターさん踊ってる、ヤッホー、私が見てるよってやってました、私は。記憶違いです。アドミンゲームありましたね。ハルトさんが見ちゃったでしたっけ。そうですね、ちょうどカフェテリア分横断してて、ベポンに入ろうとしたらセンターがピョコンって出てきた。あーね。レントゲンが増した僕は悪いですから、ね、全てはあ、でもセンターさん今日はちゃんとあれですね、返せましたね。そう、今日いつも無言になるのに、そういつも頭真っ白になるのに今日は頑張った偉いいやー、わかるわ。なんかインポスターで困るかって死にそうになる。ゲンさんがずっと喋り続けてたんで割って入るのもあれやしなと思って、ちょっととりあえずゲンさんに喋ってもらって、うんうん、やってたら先にセンターにアルトさんが出てきましたって言われちゃって、あ、言われた